10月の下旬で、今日はこんな曇天ですから、こういう気候になると、まあバナナも本土では冬支度に入る時節ですね。それで新たにバナナ栽培に取り組みたいという人たちは、普通の場合は晩春から初夏にかけてバナナ苗を植えるのが無難と言われていますが、まあそれはそうなんですね。適当な大きさの苗を入手して、そうしてそれらをバナナ畑にしたい場所に穴を掘って植え込めば、大体問題なく成長するものです。しかし、年内の冬に入る前にバナナをなんとか植え付けたいという希望を持っている人たちもおられるわけで、そういう人たちのためにバナナを掘り上げて発送してあげるにはどうしたらいいかという問題に取り組む場合、今はまだ和歌山県ですと、葉っぱもですね、まあこんな感じで緑葉ですね、緑、まだそんなに黄ばんできてないんですよね。まあこれはハジャライあるいはアジャレーバナナと言われている、まあ日本に導入された時はヒマラヤの麓で育ってきた耐寒性バナナというんですが、バナナの粉絵でもですね、こんな風にまだ露天露地でも緑葉ですよね。ところが霜が早く降りる地域ですと、こういう葉っぱも一度霜が降りれば緑葉が一変して黄ばんだり黒っぽくなったりするものです。それで秋に植え付けたいという人にバナナ苗を送るときには、これからのバナナの成長というのはさほど望めませんから、こんなふうに葉っぱをカットしてしまって、芋とある程度の家計の姿にして送る方がマシだと思うんですね。ましてや送料とかが値上げされた後の時期では、葉っぱをつけて送るとなると一箱に収まるバナナの数ですね、もうそんなに多く入れることはできませんから、こんな芋と家計だけにする方がマシです。あるいはもっと箱を小さくしたいというんなら、芋家計もですね、ぐーんと短縮してしまって、芋と
その上のほんのちょっとした家系だけ、まあ例えばですね、まあここに地中水芽がくっついている苗がありますが、この辺でカットしても差し支えないだろうと思うんです。来年につなげるということならですね、まあただ芋だけというのを好まないバナナ栽培初心者たちもいます。ですからこんなふうになんとなくバナナらしく見える苗を入手したいという人の気持ちはわからないではないんです。あとヤフーオークションなんかではこういう葉っぱがついてるとよく落札されるんですね。でこの葉っぱを葉身をですね全部カットしてしまって、こういうタケノコ状態みたいなもので出すと落札率がちょっと下がるという、まあアマチュア栽培家の好みの傾向が反映されるのを私は多く見ています。とにかくバナナの葉っぱがついてる方が立派だと思ってしまうんですね。本当はバナナの命はですね、この家系の下膨らみがありますね、その下の芋の神経の充実度なんですよ。ここから芋からですね根が出て、そうして花茎が伸びていって葉っぱが出るという順になっていますので、まあ神経がしっかりしていれば、芋がしっかりしていればそれがいい苗ということなんですね。それから発想の問題なんですがね、一般的にUパックとか宅急便で送る場合にサイズ制限、重量制限があるわけなんです。それで宅急便ですと200サイズまであるんですが、まあ送料がかさみますので、ちょっと1ランク落として、まあ段ボールで180サイズになるようにして、180サイズというのは底辺見ますとね、ここの長さとそっちまでの長さプラスこの高さですね、これがこれらを合わせて180サイズ、200サイズよりも180サイズの方がちょっと値が下がりますから、にしてそこになるべく重量もうオーバーにならないようにして、余分な費用がかからないようにしてというと、だいたい10本ぐらいなんですね。芋の重量にもよるんですがね、芋と家系の重量にもよるんですが、10本で入るような形に収めるように家系をカットバックして、で10本、ここには10本入れてあって、あとほんのちょっと重量も余裕があるので、まあサービス程度の苗をですね2本、これも家系じゃない、葉身カットバックカット、葉身カットをしてあります。こういうのを余ってるスペースに2本入れて、まあ10本の苗とあと2本のサービス程度、まあ例えばこういう粉絵がありますよね、こういうのの葉っぱもカットしてしまって2本、これは1本ですが、もう1本足せば計12本にはなるわけなんですね。それぐらいにすればなんとかかんとか、まあ1梱包でも2梱包でもですね、
バナナ畑を構築したいという人が、まあ予算に応じてですね、一箱分お願いしますとか、二箱分お願いしますとか、あるいはさらにその後植えてしまった後もっと植えたいというんなら、また一梱包お願いしますとか、そういうふうにすれば予算に応じてなるべく多めの苗を仕入れることができる。まあその時にこういうふうにですね、地中水芽なんかついてますとね、これが来年成長再開したとすると、この芋がですね、水芽が来年初夏ぐらいには地上小株になるはずです。こう葉っぱを巻き葉を伸ばしてきてですね、最初は 2,3 枚の葉かもしれませんが、そうするとこの親よりもですね、親株といってもそんなに大きくないんですが、よりもこの現在地中水芽であるものが来年の初夏ぐらいに地上水芽、地上小株と私は言っていますが、地上小株になってその土地の気象条件に慣れて、あとはぐんぐん成長してくると、それがその土地柄に順化して土着化しやすいんですね。ですから現在家計が太い方が価値があるのか、それは一概にそうは言えないんですね。まあこれなんかちょっと立派に見えますが、こういう地中水芽が地上小株になりうる苗も混在して入れてもらって、発送してもらって入手できれば、それは別な価値観を持つことになるわけなんです。土地柄に順化して土着化していって、通年露天露地栽培が可能になるというのが理想なんですね。私はドワーフナンワーバナナ苗を中心にして、通年露天露地栽培が可能な品種に的を絞ってバナナ畑を構築してきましたので、まあもちろん余ってるスペースを利用してということで、60リットルのプラ鉢に植えている苗もあるにはあるんですがね、できればまあちょっとしたスペースでもあるなら、上に覆いがなくてですね、なくて露天露地で一年中放っておけるというのが一番楽ですよね。で収穫して小株が増えたら、それを切り分けてまた他の場所に植えて増やしていく。そうすればそれなりのバナナ畑になるわけですね。とにかくまあ総量がバナナ苗に比して高くなってきている時代では、こんな工夫をして送ってあげないと相手も大変じゃないかなと思って、まあ家内に梱包のシミュレーションをしてもらって、私の方で苗の本数とか、まあ神経プラス
家計の長さを私は私でシミュレーションして、あと梱包箱を作ってもらったらそれに入れて、まあこれぐらいで1梱包とするのが秋にバナナ畑を、バナナ畑の構築を始めたいという人に発想するには、まあ一番安上がりで安心な安全なバナナ苗の発想法かなと思うんですね。中苗で、中苗から大苗になりそうな苗で花茎も太いというのですと、180-200 サイズでも数本しか入りませんから、重量制限もありますんでね、もっと大苗を思い切り花茎カットバックしてというと、2本プラス中苗の、まあもうちょっと小さいものの3本ぐらいしか入らない場合もあるんです。それではなるべくたくさん植えたいという希望を持っている人の方針には沿わないということになりますから、妥協案としてこれでどうかなというふうにしてみたんですね。